アルでーす。アルエミでーす。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、リトルナイトメアが終わったように見せかけて、ダウンロードのなんかこの追加、はい、コンテンツ がありました。はい。一応多分その下の段が全部追加コンテンツ3つあるらしいんですよ。あ、なるほどね。だから多分左からやっていくんじゃないかなって感じですよね。はい、主人公が違うようです。時系列的にはそのシックスちゃんの前の話っていう風に公式サイトに載ってた気がします。暗すぎて何してるの。え、もう動かしてる、動かせれる。結構なんかでかくない？確かにシックスちゃんよりでかい気がするね。ライトないの？なんもない。マジ真っ暗なんだけど。ちょっとマジでジャンプしかできないんやけどこの人男の子っぽくない？でもなんか分からんけど顔っぽい。え、確かに男の子っぽいね。あいつやん。おった？おったで。仮人みたいなやつ。あ、手長仮人。そう。ほら。あ、これ。どこへ行くんやろ。わからないね。暗すぎて。すごいドクドク言ってる。なんか赤ちゃんの声も聞こえへん？聞こえる。なあ。え？ん？船やん。あ、船の絵か。うん。もや。そこから行くんだな。おお。この部屋は来たな。なんかおるぞ。あ、ヒルか。ヒルや。あ、ヒル。ヒルはおったもんな。なんやねん。お友達かと思っちゃう。でもヒルはさ、この多分黒いところのゾーンしか来れないんじゃないの？うん、そういうことか。ぽくない？来たけど。あれ？うわ、やったことあるエリアなんだ。ほんまよね。この子もなんかあれなんかな、捕らえられたみたいな。ね、そうやよね、きっと。あ、はい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 、うん、いやいや、どこ、捕まられへんのよ、ちょっと待って。お前どこにおる？え？あ、あ、おったおった、ここか。ちょっと、この距離じゃないと無理なんやけど、電気ないから。なんかおるで、あそこに。え？この距離だからこそわかる、私は。ちょっともう、エミちゃんしか映っていませんが、ここをご覧ください。ここに誰かがいます。あ？男の子？なんかうずくまってる人がいますよ。とりあえずあっちに行くんやよね、きっとね。ですね。だけれどもこれって走れるの？この子走る。あ、今走ってそう。え、無理じゃない？これどこに隠れるの？隠れるとこあった。っていうかあの子ライト持ってたよ。あ、あの子と一緒に行動するのかな。合流するのかも。もしかしてなんかだって手にライト持って逃げてたもん。マジで？うん。もしかしてちょっと待って、あっちの奥に行けばよかったんかな。そうかもしれない。あっちに行けばいいんやな、うん、あそこ障害物がないもん。やんな、うん、なんか四角になってそうやな。せやんな。この辺四角ちゃう。あ、逃げていってんやん。やっぱり。え、ちょっともうどうして、どこ行っちゃったん。え、どこ行ったライトの子。そのライトくれよ。もう、うわ、もっと真っ暗や。戻られへんやそっちに。めちゃめちゃテレビに近いところにあるちゃんはおります。そうなんです。もう
もうシルエットでやっていくしかないやんな。うん、とりあえずでもあのシックスちゃんの時に来た道よね、うん、これね。そうですね、道はなんとなくわかるけどな。なんて怖い扉なんじゃ。何言ってたな。恐ろしい扉。え、おったないの。え、誰、女の子じゃない。お前な、スカートっぽいな。なあ、な、何今なんか引きずってなかった。なんか上にね登ろうとしてたよ、紐みたいなので。いやいや、俺、あ、これか、垂らしてくれないと。これやわ。あー、っていうかめっちゃおるってこと、その脱獄というか逃げてる子供たちが。そうなんじゃない、ね、なんかチックちゃんさ、ちっちゃかったけどさ、うん、結構子供やったんやね。そうかもね、この子の方がちょっとでかいもんな。でかいでかい、すごい。なんかもうレイみたいな少年やもんな。確かに髪の毛もそうやな。なあ、してた、逃げないでライトしてなの。もうあなたのそのライトがないと私がその座席につけないのよね。ずっと私しか映ってないよ。おーい、うわ、ずっと真っ暗やん。真っ暗やな、ほんまに。この中に入ったんかな、多分。ここも開くけど、あれ、あ、開くけど開ききられへんのかな、多分。あー、やっぱ下か。死ぬやろこれは。お、ちょっと明るくなった。あ、ほんまや。からの、これさっきの場所じゃないの。なんか沈んでなかった、だって夢の中で。え、確かに。なんかさ、引っ張られたよな。そう、怖いやん。じゃあまさ夢になっちゃうなあ。あの木箱は動かせへん感じやった。あー、これ引っ張ってくる感じだな。捕まられへんで。あ、うん、うん、もうちょっと左のやつ。これ？そうそうそう。あ、あ、いけた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 。めっちゃ手があるんや、ここに。あ、トランクか、これ。あ、木箱じゃなくてトランクね。なるほどね。この辺から行けるかな。お、オッケー。いけたー。あ、ライトや。あ、さっきの子どうしたの。それ絶対さっきの子のライトだろう。いや、確かに怖いんですけど。え、なんかこれなんか引きずられてない、ほら。やば、マジ、ほら連れて行かれたんじゃん。え、ここやよな。あ、もしかして昼にやられたんかな。昼来たよ。死ぬよ多分。そういう風にやられたんじゃない。さっきの子。なるほどね。え、全然見えなくないこれ。あー、昼か、昼か。あったね、なんかこういう。やべやべやべ、何やったん？障害物？進まれへんかった。スライディング？スライディングなの？おお。ナイス！成功してますやん。成功してるぜ。奥や、あーや、やばい、うまい、うますぎる。うわー、怖い。やったぞ。ナイスだよ、今の。赤赤、赤ー、なんでー、ちょっと待ってー。あっちに飛び移らなあかん、これ。ジャンプして向こう側へ。うー、ナイスー。え？どこ？あっちか。管理人？管理人かな。何ここ。え、なんかここもなんか怪しくない？昼ゾーンじゃん、絶対。絶対なんかおるよな。あれ真ん中なの？影みたいなの。あ、違うか。そっか、泳いでるからライト消えちゃうんか。せやねん、絶対なんかおるやんと思ったら全然おらへんかったわ。
あ、もう出てこへんのかい。ね。水ゾーンがすごく続く。すごいね。え、めっちゃ暗ない？ほんで何にも見えてないよ今。私、私ですらそうよ。え、何が起きてる？いや、もうほんまに暗すぎて。あ、いけた。今泳いでんだ。うん。え、なんか来た来た来た。え、なんか来た来た来た。死ぬんじゃねえ、これ。いる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 。じゃないですか。大丈夫ですか。あ、死にました。まさゆめやん、ここやん。まやん。ここの場所やん。全然戻れない。あるちゃん、ずっと画面外でプレイしてる。前代未聞だよ。初めてですけど。前代未聞です。ねえ。なんか全然早く、あれやん、泳げへんやん。泳ぐ速さは。どこに逃げるの？あそこか。あ、間に合った間に合った。なるほどね。よかった間に合った。ね。何がおんねん。すごいドクドク言ってんで。あ、また水やからか。さっきのやつか。これ多分水ちゃうな。あ、あ、下行くんか。行けるんか。死なない？死ぬんだ。あ、行けてない。行けたわ。ヒルかよ。あ、あそこに今くっついてたの全部ヒルだったってこと？ヒルだわ。え？どこに行く？え、何をすればいいんやろね。行く先がなかったよな。そのなんか蹴散らすんかな。土管みたいなヒルくっついてたやん。あー、なんかこれ拾ってみようかね。何か分からへんけど、これで進むとしたらその土管の中やよな。全然全然届いてないし、あれ拾いに行ったら死ぬよな。どうやろう、見えへんからな。これもう一個あるわ。あー、ナイスナイス。無やんな。待って、近づかなあかんのかな。お、あっ、あってんちゃう？あってんか。ただすごいヒルがこっちに来るから、どうやって避けていくかやな。土管に。いや、本当に本当に。やべ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 。やべ。嘘でしょ。今行けたと思った。行けたと思った。惜しかった。一回離しちゃった。惜しかった。結構近づいても行けたね、これね。ね。下には。おいよ。あったあったあった。よし、ナイス。イエーイ。真っ暗すぎない？え、あ、いけないね。いけないね。男の子やな、ほんまに。うん、少年やん。少年やね、明らかにね。うん、また水や。ええ、あ、その網網上行くんかな。あ、網網か。もう私は絶対もうここで死んでるわ。泳がれへんもん。もう男の子のルート本当即死や。引きずり込まれて終わり。ほんまに。メスちゃん。あれ？いや、見たことないか。見たことない部屋やね。引っ張れないんかーい。押すのかい？押せないんかい？そうなの？なんで？電力がまだあれなんかな。あ、なるほどね。あ、なんかあのレバー押すんじゃね？ここは登ってジャンプして。あのレバー。あの左の。あー、ほんまやな。あれ押してからか。ぽいよね。この超真横に登って。ジャンプできる？おら、あー、いけるんだ。ただ下手やっただけや。ナイス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 。あ、それで電力が回復したね。した。明かりついたね。からの。いけたぜ。いけたぜ。ただ音がめっちゃしてるから。なんか怪しいよな。あ、水圧上がってきてるやん。え、ほんまやん。え、え、これ大丈夫？死ぬんじゃね？
なになに、どういうこと、どういうこと、水圧上がったらどうなんの、止まる、まあどこまで、あ、止まった、だからって感じやな、うん、あれまたこの水の中なの、あそこから右へ行くってことかな、あ、右、右に道ある、手前にないんだ、うん、え、なんかトイレットペーパーあるけど、あれなんかすんかな、これ確かに全然関係ない、これトイレットペーパーで役に立ったことなんて前回もなかったよ便器に入れてみるかとか、やだな、汚いな便器の中に立ったよ便器なの、これ便器なの、その下はもうずっと行かれへん感じ、行き止まりなんだ、このこっち側やんな、そう、そう、私もさ、ここなんか道あるかなと思ったの、この、ね、ほら、 あっちにあるんじゃない、でもその手前の感じを泳いで行かれへんの、あ、やっぱここか、うん、これ以上行かれへんの、え、そうなの、うん、あら、し、潜られへんし、なんか奥にだって道あるよな、なあ、なんかいじくれてないマシン、逆にちょっとこれじゃん、もう元に戻す、あー、何か変わるかな、戻した、あ、中ぐらいとかができるぞ、あ、え、あ、あ、あ、道できてるっぽくない、下じゃない、あ、これ見て、ちょっと中ぐらいで止めてみたけど、ほら下にある穴が、水圧がそんな測れるなんて思ってなかったよ、でも全然足りないっていう、ちょっと、もうちょっと上げなきゃいけなかったのかな、あ、そういう微調節もできるんだかな、もしかしてそうやよ、え、あ、ちょっとちょっとだけいけた、あ、それぐらいじゃない、うまったやん、あ、これぐらいちょうどいい、いい、いい、いいです、ちょうどいいです、泳いでいくんだ、やっぱり、なるほど、来たぜ、わー、あー、よかった、あー、すご、あ、ここか、音が怖い、ドクドク言ってるから多分おるぞ、この中に、わー、また追いかけ、あー、そこ木箱のところまで行くんや、なあ、あのクッションみたいなの、ほら見て、あ、ボコボコしてた、ボコボコしてる、わお、何買ってんのマジで、すごい、なんなんやろほんまに、魚、人食い魚的なかな、よし、あ、あかん、近い近い近いぞ、あぶ、あぶ、あぶね、え、これラジオやったよなシックスちゃんの時もやったよな、あったかも、でもあの水じゃなくてなんか靴のところじゃない、あ、そうや、靴や、同じ生物なんかな、そうなんかな、え、ちょっと待って、やばい、水滴垂れた、長いことはおられへんねや、そうや、うわ、食われた、ほら、おいよ、よし、急げ、ソファーはドンってできないだろう、お前、そうじゃない、ほんまに重いから、うん、あそこまで行くんか、長くない今回、長いよな、やってくる、やってくるけど耐えたぜ、あ、耐えることができた、ね、耐えることができたぜ、じゃ邪魔してくるやんか、うまやん、オッケー、いけそう、いけそう、お、そこどっちに進めばいいの、こっちじゃない、あのあー、はしごだ、おー、いけてるよ、これはドンってされないでしょ、なんだそれ、あ、いけそう、やったね、やった、また下じゃん、また下や、右側行ってもなんかある、あ、一応でも木箱あるってことはやっぱり右側なんか、うーん、行ってみようか、でもなんか登れるかもな、あ、登られへんわ、登れへんのや、わあ、あかんかった、よっ、ムカつく、どうなってんのマジムカつくんですけど、あ、避けてんだ、すごいね、
テールできへんかった。なんか出た、なんか出たけど何が出たか分からへんだ。テールやった、テール掴まれたんやけど。手やったんや。月とかなんか口、ワニみたいに口が開いたんかと思ったけど、手やったん。テールの方が怖ない、やば。ってこと人やったん、魚でも何でもないやん。人やで。来たー、やばい、もうこれ間に合わへんやろ絶対。うわー、ダメだー、こいつ来たわ。それ動かせるんだ。うん、そうやね、一応ね。いけたよ。あー、よかった、よかった。残れる。お、いけた、こっちや、やっぱり。オッケーオッケーオッケー、そっちだったんだね。そうなのね。あー、なんかマウスっぽいな、あれ上。そやな。あ、こんなのは南かな、登るの。うん、ちょっと横にしよう。オッケー、これを、あー、なんかあの袋が、何ですかその袋、これ何なん、え、これを上げたとして何なんですかっていう感じじゃない。え、なんか人の手出てへん、人の手っぽくない、ほんまやん、やべえぜ、え、何なんあれで、あれ、それなんか引っ掛けるもんあるな。え、行かれへん、行かれへん、行かれへん、死ぬ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 、わっ。いや、ジャンプしてさ引っ掛かるかと思ったら、うんうん、引っ掛かれないんだ。分かれへんかったんやけど、私が下手やったんかな。上に上げすぎたってこと、あー、それも調整できる感じかな。ここ、この辺で止める。2個目のやつに引っかかるには長すぎるんじゃない。2個目のってどれどれ、これ。そのさ、もう一つあったよね、かかる場所みたいな。もうちょっと上になる？うん、それぐらいじゃないかな。これぐらい？うん。確かに、え、これでもさ、どこに、その橋みたいなとこだよね。その右側のに飛び移りたいな。あ、入れた！オッケーオッケー。行けた行けた。来たー、来た。これは何ですか一体。何？これは何？ってる？肉。うん、肉がどんどん来るんですか。あ、わかった。これを餌としてあいつをさ、おびき寄せんの？そうじゃない？魚や魚。行くのはあっちやん。それ魚持ってんのか。うん。あらば。だからこれを、そうね、左側におびき寄せて。え？あ、行ってる。あ、ほんまや。ほら、手やで、やっぱ手なんや、あれめっちゃ怖い。ちょっとね、あまりにも暗すぎて。来てるぜ、来てるぜ。あ、すげー。うわ、いけた。明るくなったから戻ってこれんじゃない、いけるか、でもさ、結構普通に順調に進んでへん。そうね、そうね、いやよね、全然順調。死んでるけどさ。わー、びっくりした、寝すぎだった。この上かな、アミアミに大注目って感じやな。ぽいですね。上っぽいね。そう、本編は終わって、なんかどうやらエミちゃん曰く、本編の前の話、うん、ちょっと前。時系列的にはね、そう、本編で出てきた主人公のシックスちゃんの、あ、前の話らしいですね。ねえ。あ、こういうことか。なんか本編で、なんか見覚えあるな、みたいなね、場所もあったんやけど、そうそうそう、でも全然ここら辺は来たことないよね。ない。かマジで怖いし、あの水中にいたやつサメでも何でもないんかいっていうのが一番恐怖。人だったっていうのがね。うん。わかへんねんけど。ん？いや、ないな。なんだなんだ。逆でもさ、一回逆側に戻ってもさ、あ、はっ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 、え？はい、床のきしみのてこの原理で、で、こうなったから何？それもうジャンプしてもっとギシギシに下げんじゃん、からのダッシュジャンプでドアノブじゃない。あー、なるほど。全然わからんかった。下行くんかなと思っちゃった。うんうんうん、なるほどね。うん、てりゃーん。全然やないかい。待ってくれ、多分下手くそや。
つやって。あのこのドアジャンプってこと。ドアジャンプ、ドアジャンプ。ねえ、いけるやん。さすがあるちゃんです。やばい、ごめん、水に入っちゃった。さすがあるちゃんです。いけました。もう私の操作の問題でしたわ。そいつを押してなんかあれじゃない、登るんか。うん、そこの登れる、あー登れるんかい。うちらが暗くて見えなかっただけだった。登れるやつだった。いや全然違うな、この距離とさ。え、やろう、テレビの画面と全然違うの。テレビにめっちゃ目近づけて、うん、目には悪いけど、うん、やっとった方が見える。本当にそれぐらい近づかんと見えないのよ。見えないね。ほんまにちょっと近づくわ。うん。これはしょうがないね。そのレバーですかね。あー、これね。はい、触った。うん、あれ、あ、え、来てないの。来たことあるっけ。ないね。え、うん、ただこれをそのまんま、これ伝っていくのか。おい、死ぬって何してんの。あぶねー。おい、生きてた、生きてた。わー、ちょうどよくあの壺がテーブルの上に置かれたけど。え、なんか揺れてない。そう思った、私絶対中に入ってんねん。やっぱ揺れたよな。揺れてる、揺れてる。あれ割ろう、壺割れるかな。壺、あ、椅子そのためにあんのか。そうちゃん。うわ、やっぱ揺れてんじゃん。揺れてんな、やっぱり船のあれじゃないよ。ひるちゃん、ひるちゃん、落とすんか。割れた。鍵や。あ、ただひるもおる。ひるもおる。気をつけて。ちょっと、ちょっと待って。え、鍵奪ってない。ひるが。うん。あ、違うわ。鍵、え、埋まってない、埋まってるよね、やっぱり。え、やめて、やめて。あ、違うわ、鍵の上とかに乗っかってたんや。あ、危ない。全然全然。よいしょ。ちょっとね、分かればね。見えやすいところに落ちましたね。そう、さっき見えなかったんでね。ナイスです。来るな、こっちに来い。何匹いるんだ。1じゃない。1なのか。うん。あ、マジ。オッケー、ナイスー。おい、何してる。ワイプで何を落としたの。来たよ。早くして、早くして、やだやだ。おい、待って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 。ちょっとこっちまで引きつけよう。ナイスー。もう一回蹴ってけえへんやろ。せやな、ウェイクシー。うん。あー、これずっとここで私もゲームしてたいね。いやでももうしょうがないよ、本当に申し訳ないけど私もそうやったからな。うん、よくでもシックスちゃんの時はそんなに暗い風に感じないんだけどな。もしかしてさ、今日ライト強いんかな。ライトが強いの。いつもさ、すごいなんか一番弱みたいな感じでやってたから。これを連れてくるんだが、ここへ登るかよね。あれ、ここも登れるんかな。この水圧上げそうじゃない。なあ、上げそうやんな。ジャンプしても登られへんわなあ。なんかこのボタンを押したら水圧下がったのよね。うんうん。でももう押せなくね。あ、押せるわ。上がった。なるほど、なるほど、なるほど。あの電気をどうにかしなきゃいけなかったってこと。電気ビリビリになっちゃったね。ちょっと待って、これ今この電気がビリビリになってるでしょ。うん、これのせいだよね多分ね。その手前の箱みたいなのをさ、持ってくる、引っ張ってきて、あのスイッチ押されへんのかな。これがビリビリしてんや。これが水に当たると結局水もビリビリになっちゃうってことやんな。うん、上、うん、上のその手前の、 あれを引っ張るかじゃない。あー、橋渡しにするって感じか。うん、ってことはビリビリはビリビリでも、ビリビリ状態になるのは絶対みたいな。うん、距離むずない？これぐらい？むずい。こんなもんかな？どう？一回やってみようかな。うん。
あ、余裕で行けましたね。来た。で、あそこから落ちるときにやねんな。ちょっと一回練習してみ。うん、練習しよう。こっからジャンプしてあそこに乗り移れるかやもんな。せやな。オーケー、いけたぞ。ナイス。よし、これでも成功するはず。私が落ちなければ。ね、あ、遅いわ。上がった。しかももう軽々とクリアって感じで。いけたぜ。素晴らしい。なんかいなかった。え、なんだこれ。穴。なんだこれ。何の部屋やねんこれ。バケツの網の下行くのが正解かな。もうないもんね。せやね、せやね。うん、あの穴なんですかね。穴ですね。その他は見当たりませんね。行きます。深淵ってほんまそうやな。常に落ちてない。ライトが上がるか。え？死んだ？死んだよ。戻ってきちゃった。死んでたよ。死んでた。死んだんや今の。なんやあれ落ちたあかん中よ。なんや。穴に落ちなあかん時もあったやん。なんかなあ次の画面に進んだんかと思ったよな。うん。え、ダメなんやこれ。落ちろよぐらいの。穴に見せかけて。あ、手形やん、なんか手形か、これ。あれ普通にそっちやん。なんだなんだあの穴はなんだあの穴は。え、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 え